はい、えー、では今回の希望金額と出資形態を教えてください。はい、希望金額は千四百万円、出資形態は投資または融資でお願いいたします。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。思いついたのはそうですね。ーえー、リライブシャツというシャツなんですが、では。 どうぞ失しますよろしくお願いします今宵も一人の志願者が己の野望を胸にとらえと挑むではまずお名前をどうぞはい、菊池と申します 年齢は41歳、宮城県から参りました。最終学歴は専門学校を卒業。現在の職業は株式会社を設立し、設立し代表取締役をやっております。はい。では今回の希望金額と出資形態を教えてください。はい。希望金額は1400万円。出資形態は投資または融資でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は すべてオープンな介護を目指し、日本の福祉全体の質を底上げしたいです。では、オールアナスイン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチアマンドそれでは、簡単な経歴を教えてください。はい、専門学校を卒業し、すぐに、あの、介護の現場に勤めました。それで、7年前に、株式会社を設立し、え、現在の、え、 現在に至ります。それでは今回のプランを簡単に教えてください。はい。我が社では全国初の動画配信をし、サービスの利用状況をご家族様に随時配信をしていき、信頼を築いていきたいと考えております。ご経歴のところで株式会社を設立しっていうおっしゃってましたけど、そのどんな会社がやられてるんですかはい。介護保険の在宅の高齢者 に対する訪問介護サービスをしております。儲かってますかそんなに儲かってはないです, <laughs> ですね。はい。規模はどれくらいでやってるんですかと従業員は9名で、はい。訪問しております。年賞はどれくらいですか年賞は3700万円くらいでしたが、<ー>えー、今期はこのような影響もありまして、えー、あの、下がっております。そうなんですね。じゃあこれは新規事業としておられるわけですね。はい、なんかものすごい立派な図面が、ちょっとこうね、配っていただいて、 はいこれを作るための今回は出演ということでいいんですかはいそうですでこれにえっとすみませんここ書いてあるのは全部で二千百万円必要とはい二千百五十八万円でそのうち千四百万円をあ千四百万円をこっちから調達したいという形なんですかはいこれ二千百五十万円でこれ作れちゃうんですかこんな立派な施設があすみませんちょっと言葉足らずで えっと、今回、あの、その建物に関しては、知り合いの建築業者の社長様がですね、まあ、ずっとこういう、あの、建物をやりたいって私が、あの、お話ししてたら、あの、では、うちで、あの、建物は建てるから運営をしませんかという温かいお言葉をいただきまして、あの、数年前からやりたい思いはあったんですけれども、今の既存の事業が規模が小さいために、あの、数億円かかるものは、 ま、原石にちょっとできない状況がありまして、あの、ありがたい話をいただいて、潜在一ングのチャンスだと思いまして、あの、今回、あの、志願させていただきました。あ、じゃあこの施設のオーナーさんはその不動産会社っていうことですかねえっとえ、賃貸契約で、はい、やる形となりますあ、ね、あ、あなるほど。じゃあ、建物、上物も土地、これ、土地購入費って書いてありませんでしたっけあります。土地は買うんですかはい。600万円で。 はい、で上物は向こうがオーナーナさんと上物は賃貸契約で、後々、事業が安定したら買い取ってくれればいいかなっていうことでしたうんあなるほど、じゃあ、土地はご自身がご購入されて、はいまあ、上物は建築会社さんの所有物として借りるっていう感じなんですね、はいまあ、お金借りてやるみたいな感じなんですね、はいあ、上物借りてやるみたいな、なるほど、分かりました。ご本人はずっっと介護士だったんですか 専門学校卒業されてからはい専門学校卒業をしましてあの介護士兼生活相談員としてあの勤務し始めましたそれで勤務してていろいろ経験していく中で、まあ、こう今回の何でしたっけ動画で配信しながら家族が見れるようなそういう介護施設があったらいいなって感じたんですかはいそれどういうところから感じたんですか6年ほど前にあの県の計画新計画っていうどうしても施設を建てたかったもので あの、補助率、有資率倍になるっていう、あの、県の承認資格を取ったんですけれども、うまく、あの、進まなかったんですけれども、今回コロナがありまして、コロナで面会に来れない家族さんとか、で、面会に、今一年とか、あの、行けない間に、あの、お亡くなりになってしまったとかって、そういう、あの、悲惨な状況もありまして、動画で様子が見れれば、少しでも安心して、あの、 過ごせるんではないかなと思いまして、今回の計画を思いつきました。コロナを経て動画で見れたらいいなっていう感じだって感じですはい。でも実際働かれてて、この動画で配信され続けることって従業員、まあ一、こうき、勤務してる人としては、きつくな、きついだろうなって思ったりはしないですかはい、します。ただ、ね、あ、よろしいですかはい。あの、まあ勤務時間として、 あの、まあ、動画で配信されてようがされていまいが、あの、サービスの質は変わってはいけないものだと考えておりますので、はい。まあ、なんか理想論はそうなんですけど、結構多分この授業で一番まあトラブルになりそうだなと思うのが離職だと思うんですよね。まあ介護って離職にきついと思いますし、はい、人材不足なんで。そうなった時に、まあ、そもそも人を抱えるの大変なのに、まあ、動画でずっと配信されると従業員も結構、 ストレスというかで、どん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 離職されて、人手不足がよりきつくならないかなっていうのがちょっと心配でした。はいそれはどうですかインターネットの口コミ、多くはなかったんですけれども、あのその動画配信を、えー、希望する家族さんは結構おられたんですけれども、その一方で働く職員さんたちは、監視されてるっていうふうな意味合いで、マイナスに受け取る方々もおりました。 しかし、あの、監視するっていう意味合いではなく、安心を届けるサービスの一つとして、あの、理念に掲げて進んでいきたいなという強い思いがあります。あの、まあ、理念はもちろん、分わかると思うんですけど、はい、ま、従業員サイドとしては、シンプルにストレスだから、そこの、なんだろうな、離職だったり人材不足っていうのは、まあ、この事業のウィークポイントとして認識されてますかっていう質問です。はい、それはあります。わかりました。ありがとうございます。はい 質問いいですか、はい、人材派遣ネクストスタッフサービス代表森隆一働く人々の心をテクノロジーの力で見えるか 新卒採用200人計画を進め、事業を拡大。年間売上は70億円に上る。1万人との面談実績を持つキャリアデザイナーのトラは、志願者のネクストビジョンをどのように描き出すのか。この、まだちょっと全然全体像のイメージがなくてですね。はい。あの、聞かれたことにだけ端的にとかイメージじゃなくて、もうめっちゃポジティブに、こんな夢のある事業なんだっていう、ちょっとご自身の言葉で、ちょっとこう、夢っぽくちょっと聞かせてもらいたいというのがあって、この辺が面白くて、 これやろうと思ってるんだよねみたいな、そういうの聞かしてほしいです。はいはい。はい、やはりあの同じような話になってしまうんですけれども、あの動画であのそのお客様の家族さん、息子さんとか娘さんに配信するっていうのはあの。 全国的にもあのないといとうかうあの入所の施設泊まりの方は最近増えているんですけれども日帰りのサービスのデイサービスっていう部分に関しては聞いたことはありませんしどうしても今まであの在宅のサービスをずっとしてきたんですけれども希望するサービス内容に不信感があったりとかメディアでもあの虐待とかあって時々取り上げられるような状況があったものでそれを少しでも下げられるのかなと思っておりました。 日本の福祉その質を底上げしたいと話す志願者動画配信を取り入れた新しいサービスは虎たちの目にどう映るる議論は加速する一番の価値はその動画なんですけどそれともあのいるだけでリラックスできる楽しい気持ちになれるような空間とか仮なんですけど動画だけなのであれば。 すごくお金がかかるじゃないですか。あの、すでにやってる施設の方と手を組んで、もっともっといいものにしていくってことであれば、この例えば同じ金額でも、一つの施設だけじゃなくて、もしかしたら10個、20個って施設に対して、そのサービスを提供できる可能性を考えると、やりたいことの実現に今がこう最短距離なのかなってふとはちょっと思ったんですけれども、その点いかがでしょうか今は、自分で、あの、そもそも建物を建てる資金力が、 ないっていうのもありまして他のもうでにやってるところに、はい、その利用者さんと家族の方があの便利にこうウェブを通じて見れるサービスを作ってよその施設に提供してあげればそれってすごく実現できる数って増えそうじゃないですか増えると思いますそれをせずにこっちに行ったってのはまた別の何か他にもこう強い思いとかロマンとかってあったりしますか えっと、動画配信とともに、あの、地域のコミ,ュニコミュニティの中心になる施設を作りたいと思ってまして、あの、入所棟の方には喫茶店スペースを設けています。あ,あとはあ、どうしても、ま、私が言う、ちょっとえっと思われるかもしれないんですけど、私は、あの、高齢になったら介護施設には入りたくないんです。今の思いとしては。 で今入所している方々介護保険のサービスを受けている方々もサービスを利用したくてしているわけではないと感じておりましてあの高齢と病気とあとは家族さんの仕事だったりさまざまなものが重なって仕方なくそうすると入所することによって今まで頑張ってきてこう培ってきたあの家族だったりその地域のコミュニティが 入所することによってどうしても一回リセットせざるを得ない環境に入所するとなってしまいましてそれが嫌で私入所したくないって今思っているんですけれどもただあのやはりさまざまな問題があって入所せざるを得ない選択肢を選んだ方々に対して地域の子どもたちが遊びに来れるような施設環境を作ったりとかすることによって人の流れが埋めるのかなと。それはどうやって実実現現すするんですか,実現ですか そう多分みんな思うと思うんですよ。介護施設の経営者は。それは入ってて、なんだろうコミュニケーション取れるところがいいと思うし、多分その動画を配信するっていうのと、また別軸のこう理念っていうかロマンじゃないですか。はい。それは今回どういうふうに実現するつもりなんですかコミュニティの部分に関しましては、あの、喫茶店を、あの、まあ、誰でもこう、来やすいような、小学生とかには、あの、ジュース無料とかにしまして、 あの、売上をそこでも、あの、立てようとは思っていないんですけど、あくまでも気軽に来れるような感じの喫茶店にしたくてですね。で、その図面は、あの、喫茶店とデイサービスがこう、えー、見えるような対象の位置にしておりまして、で、利用、あの、入所している方々、デイサービスを利用している方々が、あの、たまに遊びに来てくれる既存の 介護福祉事業よりも人の流れを生みやすくしたいという建物の設計にしてあります。じゃあその建物の設計の仕方が肝だっていうことですね。はい。入所希望者はどの程度お考えなんでしょうか ?30 名です。30名。はい。それに対して、 株式会社 M グラント代表前徳政宗ベンチャー一部上場企業勤務を原点に29歳で鎌倉部屋小町創業神奈川東京全域で貸したい借りたい売りたい買いたいニーズをかなえる不動産事業を展開する湘南の不動産女王が志願者の修行の道を切り開くこの延べ床面積が老人ホームで1165デイサービスで219とあるんですけど自分 30名に対してかなり広いなっていう印象を受けるんですけどこれはあの、えー、法律で設備基準が決まっておりましてはい、はい、廊下の幅とか居室の面積まで決まっておりましたもので、はい、じゃこの面積だと、えっと、マックスで30名までしか入れないってことなんでしょうか土地の広さがありまして、はい、どうしてもコミュニティの部分で中庭を設けてみんなの広場的にちょっと遊具とかも置きたかったもので。 あのその建物の広さが理想かなと今考えております。動画がメインなのかこの地域がメインなのかちょっとパッとしないというかですね。まあ、動画は別にその一部分だけ撮ってる施設はありますよね今でもね。はい。その直通の部分だけまあちゃんと常にこう配信してるところとかって多分あると思うんですね。てか今保育園とかもそうじゃないですか。 だそんなに、まあ、その一部分だけ配信することに対して、まあ、さっき青社長離職っておっしゃってましたけどなんか全部ねトイレまで取らえてたらちょっと嫌ですけどそうじゃなければ大丈夫じゃないかなとは思うんですが、はい、まそれとこれとは話が別というかそんなの別に後からまあくっつけりゃいいじゃないですかけどこのまあ規模としてはこの施設ですよね。 こんなでかい、まあ数億かかるであろう施設を今から運営していくっていうとこの方が僕らにとっては結構重たいんじゃないかなって思うんですよね。で、かつその先ほどからちょっと突っ込んですけど、そのオーナー権が明白じゃないというか、なんかこう、その不動産屋さんがオーナーなのに、まあその施工業者さんがオーナーなのに、なんでこの内装工事費とかはご自身で払われて、えー、このですね、そこがなんかこう不明瞭というかそこはなんかうまく契約がちゃんと結べてるんですかはい。 えっと、こちらの内装工事費いて言いますのが、あの、ちょっと私も書き方が、あの、悪かったんですけれども、あの、内装の工事ではなく、あの、必要備品のテーブルとかカーテンとか、そういうものに当てる、当てたいと思っておりました。 なるほどえっと、すみません、この施工業者さんはこの建物を作るわけじゃないですか、はい、つまりそのカーテンとかはもうつけずに、上物だけ、その要は躯体だけお渡し、まあ、借りるっていう状態ということなんですね、はいで、その後ベッドとか、そういう要はこの食堂のテーブルとかは、ご自身で用意されるということです、はい、あなるほどこれが受信で払うということなんですね。はい ああなるほど。で、これ、僕らの返済プランももちろん、あの、書いていただいてとても嬉しいんですけど、あの、その、何ていうんですか、全体の収支っていうのは取れるようになってるんですか例えば、上物、はい、これ全部でいくらかかる見積もりなんですか最近、ちょっと外交工事が一部やらなくてもいい部分が出ましたので、また新たにあのはっきりした数字は出てくるんですけれども、あの、 2> 2億円はちょっとと超えるだろうといういお話がありますなるほど。はい、それを何年間で返済していく予定なんですかそれはあの実は昨日連絡が入りまして来週その資金繰り計画をもう一度ちょっと話し合いましょうということであの建設業者の社長から、はい、話があったものでまだはっきりは決まっておりません。 なるほどでまあ見込みの売上高としては、まあ、フルスイングでちゃんと入居率が9割とか取れた場合が月賞がどれぐらいなんですか9割ですと、えー、月賞が1000万円くらいになります。1> 1, 万円くらいで利益率が利益率が、えー、と40%です。そこから返済していくっていう感じですかね。 う今あの細井先生がおっしゃってる返済というのはちょっと話が違ってると思っていて、はい、僕たちもあの塾やってるんで分かるんですけど大家が建ててくれる、はい、でこれをフリースターニングって言ってなので基本的には何年間で回収できるかを大家が多分考えた上で家賃というはす発想なのではい、はい、まずは最後は彼があの理想としては買い取りたい買いい取りたいけども一旦その話は置いといて。 毎月の月々ののの々家賃ででで借りるんですよね、はいはい、なので返済という言葉ではないと思う、ね。なるほど、例えばだから、月400万で施設全部貸しますみたいな感じになるっていうことですかね。はい、例えば、はい、そのような感じです。この資料で一応、たたき台で100万円になってますけどね、はい、確かに家賃100万円。相場なんですかね、20年分ぐらいということですよね。うん、利回りが年弱、利回り5%とかですか。うん、多分相場よりはすごく好意的だと思います。 すすごいですよねその社長さん2億円のを立ててもらってね100万円で貸してあげるって言ってくれてるでそんくらいって言ったらすごいですよねいや素晴らしいですね虎たちの質問が相次ぐ序盤戦負けじとビジネスへの思いをぶつける志願者思い描く介護サービスを実現し業界の未来を切り開けるか次回中盤戦男の挑戦